え、俺もう一そん番ながごち仕ゃごち事ゃ言うのすもんなしね。ね。それで良ければ始まるけど。別に一まあ、番何通報してるわけじゃないでしょ。言ってないの。一番が通報して凍結させるんだったらもう一番するけど。一番が別に役職通報をしおて選びそうくだでさはい。なさそうなんで。選択しない一番が場合、そういうふうに文句を言うのは余っ別てにいるいいんだ役よ。職がランダムで振り分けられだまから、す。だけどゲームをするから一番が村だったら俺は釣らないあよ。なたの役職は村人一番を釣るでゲームじゃす。ないからね。一夜番がが腹更け立つまからっして一た。番釣ったらゲームになんねえ人から狼ね。に気をつけてください。まあ、どっちでもいいよ、俺は。こいつが占い師ね。こいつが占い師。一角霊能が釣られたらどういうことですかって言われたって、村がひどかったっていう結論しか出ないでしょ。他にどこに結論があるの？黒いとこ釣って悪いの？三四郎でなんで占い行かなきゃいけないの？発言が黒いんだから。俺に食ってかかって暴言吐いてるようなやつ夜ら。が明けました。黒いでしょ、俺目線。食っていいじゃん。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。1番のプレイヤーが発言します。ああ、そうちょっみたといだ考けえど、たけど、まあ、もう出るわ。霊能です。俺は、で、基本的には、まあ、これだけ言ってくんだけど、もし太鼓が出た場合っていうのは、グレーから言っまあ、てほ釣りしいんで切ればす。いいんじゃない？一番に関しては。理由としては、こい俺つ、は仕一事角をし来たたいっらて俺言っを釣りてるんそうでだすから、ね。もわかります？俺目線ね、ルラう。する必要もないし、決め打ってくれるんなら全然一いいん番はだけ多分ど、凍結までさせほてはといんどないのと村思うから、が、やるって言っね、ただけ。ロラするって言うんですよ。全く意味ないからね。村わでか俺をる？釣ったプラス凍結までさせ俺るを決ようめ打っな、て、太鼓を釣っ一角て、霊能釣っ俺たの時点で白を、村にももし問題くはがあ黒るにもかかをわらず、しっ俺かだりけ一方と的にもうそ一の回送っくたみ音源取っをてくれるなら録全音し然飲てめる凍ん結だけさせたってど、ことは罪ね、が重いかロらラプするっレイてヤーとは発やん言ない。ある以上は、もう二グ度レーとやからら言っんってて。ください。一番はただ怒ってるだ以けで、上で。俺を釣っただけの人だったら、2おそ番らく凍結のプまでレはイヤーさせがてない発でしょう、言し発ま言かす。ら。なのでゲームをする。はい。ちょっと出るかもやったんですけど、占いで3番白です。で、そうですね、僕は別に言い争ってる霊のと能かは別にローどうラーでしもまいいんす。だよ、太鼓ゲー出ムたなら、ら。一番の太鼓出たらローラーします。ゲームだからすいね。ません、本当に。そまあ、のぐ2らいです。番、3番の気持ち、騎士3番の気も持ちを出てほ組んでしいね。です。ゲームをぶっ壊ぐすわらい、けにいかないか以ら上ね。です。3番なんか意地でのも腹プ立つレイかヤーら一が番発釣るっ言てわけしにもまいかす。ないから。ぶっちゃけ占い師も霊能も今のところ真あまりねえなぁと思ってんだけど、皆さんどう？私の進行論としてはもう普通に占い師も霊能も最終的に釣り切っちゃえばいいんじゃないかなと思ってんだけど。だって占い師も霊能も二人以上出てきた時点で、まあ精査つかないじゃん。もうめんどくせえか釣っちまおうぜっていうのが俺の進行論なんだけど、皆さんはどうかな？で、まあ、発言についても、皆さん、しっかりまあ、そもそも理由つ凍けて白結黒さつせけてようるよ。人が、俺がいること自あ、俺は体、単純に驚くだ1ろう番にか関らしてはね。生存意欲強微す妙ぎにるし、2星は番に違うん関だしけど、ては、白なんで人か、黒、やる気ねえなっ黒てでい囲うまニュアンスでしか、今のと白っぽい星と違うんだけころ、ど。取れ微て妙なにいか違うんな。だけど、アカウント自が。分に白刺さってる全けく同ど、じアカっウンていうトを使感っじてで。ると思ってるってことは皆1様番しはっ通かり報してな発いん言だ伸よ。ばしてくれ。だから1番は後いいんろだよ。二人が役に立ちそうにないそう、1から、番は戦っていいんだよ。俺のことを悪くしっ言ってかりても精査別でにきそるれようには頼む。ゲームだから。4俺番のこと嫌いな人のもプいるレイヤーがから。発言します。凍結まで村させ人てるよう陣なプ営でレイす。ヤーじゃないってことは、一番君にには関わしかてるよ。は、俺は普通にだからゲー真っムを黒いする。なと思った1け番とど。は。まあ1まあ、番は嫌かでももしんたないだけどね。太鼓出てきたら、まあちょっと精査するけど、2番に関しては3番が思うように、なんかちょっと真だったら頼りないなと思った。で、3番さんに思ったんだけど、霊能も占いも釣り切っちゃえばいいじゃんって言ってるけど、まあ、例えば22とかだったら釣り切れないからね、縄が足りないから。そこだけは引っかかったけど、まあ、そのことを言ってないのかな。でも、そのことを想定してないってことは、3番が何かしらの人外なのかな。あ、人外っていうか、狂人なのかな。ああ、よくわかんねえな。わかんないわ。でも、占いも霊能も釣り切っちゃえばいいじゃんみたいな感じの発言だったと思ったから、ちょっと引っかかったな。わかんないけど、色は。5番のプレイヤーが発言します。はい、占い師ランダム4しろ。まあ、狂人目があるかないかだけなんで、ここに関しては。で、3番が言って
いたことって、まあ、俺はね、俺目線っていうのは、新郎新郎とかを、避けれる発言にはなるかなって思っていましたね。2番さんとか2周目でいいかなってね、1番の新感情拾ったんですけど、まあ、うん、グレーから行きたい。うん、その代わり、必ず新芽も勝ち取ってほしいし、霊能目線の占い師もしっかりしてもらいたいかなっていう思いはありますね。俺も別にローラーとかのあんまり好きじゃないんで、決めたんだったらもうその進行で行こうよってタイプなんで、はい。まあ、割かし、一番は芯で見てますよ。はい、以上。四白です、四白。6番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。5番さんって2番さん2周目って言わんかった？これ聞き漏らしやったらごめんやけど、対抗やろ、5番さん目線って2番さんって思ってるんやけど。で、1番さんに関しては、まあ、その、新レーンのやった場合ね、その感情っていうのはすごいわかる。わかるけど、村神で、新郎新郷っていう視点っていうのはわからんのよね。で、山田さんの言ってることは自分は割としっくりきた。3番さん目線で占い釣り切り、霊能釣り切りってやばくないと思ってるから、それって精査しようとしてんのかな ?3 番さんって思ってるから、その4番さんが3番さんに落とした要素っておかしくないって思ってるから、5番が偽やったとしても4番さんしようかなって思ってるんだけど、現状。3番さんが言ってることが意味わからんすぎやし、5番、2番に触れたやんな。以上。7番のプレイヤーが発言します。僕はその5番さんが2番さんを触れたっていうのをちょっと聞いてないんで、わからないですけど、僕は5番さんが一番好きかなって思いました。一番さんに関しては、もう利己的というか、もう自己中心かなって思ってて、その対抗がいた場合の、その村目線の話をしてなくて、自分が生き残ってゲームをしたいっていう、その感情を一心で話してしまってるから、それだったら、まあ僕も霊能で出た時は、必ず真勝ち取りたいんで、発言で絶対に負けないように頑張るんですけどね。もう無理だなって思ったら、もうしょうがなく、それ村のためになるような情報を発信するんで。はい。3番さんの、その4番さん言ってた通り、もう4ナーでそれ足りるか足りないかの話になってくるし、で、精査したいんでって、後ろの2人が役に立たないって言ってるんですけど、あなた精査する気ないのかなって思ったし、それグレーでの単体の精査なのか、ライン考察なのかなっていうのも述べてないんで、3番さんに違和感を覚えました。以上。8番のプレイヤーが発言します。6、7、3番ばっかり叩いてるよね。7番、1番に触れたってことが、プロ良さなのかもね。死んだと思ったらもう触れなくていいじゃないよ。6番。俺もね、5番のその話はあんまり聞いてないからわかんないんだけど。7番みたいにちゃんと話を聞いてる人間が6番の話を完全スルーして聞いてなかったっていうのは何なんだろうねと思ってる。その真偽はわかんないんだ、俺は。うん。俺みたいな人は聞いてないのはまだわかる。どうして7番みたいにこんなに精査ができる人が6番の話を聞いてないって言えるんだろうか。なので多分7番と6番なら7番に行く。うん。役を透かしたり走らしたり、すらやめましょう。まあ、個人的に、だって一角霊能釣る人が霊能だったら釣りたいけどね。1番しかいないんだったら1番でいいんじゃない？俺はゲームをするから。1番と違って。まあ、対抗出たらロラすればいいんじゃない？以上。9番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、一番さんに近くするのかな。まあ、わかんないですけど、違和感感じてたのはね、3番さんと、3番さんかな。まあ、一番さんもそうなんだけど、3番さんって意味不明なこと言ってるとシンプルに思ってますけどね。占い釣り切るっていうのはどういう場面のことを想定するのか謎であるし、まあ、1番さんっていうのはまあ、そう、6番さんが指摘した通り、村目線ってのはさっぱりわかんない人物であるからね。で、2番さんに感じたのはなんか占い師っぽくないなって思ったね。ただ5番さんが、2番さんに対して2周目っては確かに言っていた。言っていたんだけど、どこの、なんかグレーにも触れつつそう言ってたから、グレー視点で立ってのことかもしれんから、ちょっと意味はわかんなかったですけどね。現状4、6、7がまとまると思っており、例えば8番さんにして7番さんに対して話を聞いていた人物がどうちゃらかんちゃらって入れるセンスはちょっと違和感を感じたって感じですかね、自分は、ね。まあそんな感じですかね。
1番のプレイヤーが発言します。はい、今日はね、霊能権限でね、8番いきます。うん、8番は言ってることが意味わからない。あー、OKOK、8でいいでしょ。村目線もう黒落ちると思ってます。言ってることがはちゃめちゃですね。何？ 8 番さん目線さ、7番さんは考察伸びるのに、何聞いてないってありえんって言ってるけど、8番も聞いてないでしょ、あなたもよ。ね？その5番さんが2番さんのことって言ってるけど、わかるかな？この要素。8で黒落ちると思ってるんで、8一択です。はい、以上。で、9番さんは俺守りでお願いします。以上。はい。2番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、8でいいんじゃないでしょうか。まあ、特に、その黒落ちるとか黒要素拾ったとかそういうのじゃないですけど、単純に、なんか感情が邪魔してるようなので、知らんのでね、僕らはそういうの。別に釣りの泳いいからし、時間おっちゃラッキーって感じの程度で釣りますわ、僕は。そんぐらいっすね、言うこと。特になくて、まあ、2番手の発言で占い師っぽくないなって言われても、何を求めてるんだろうって感じなんで、その、まあね、もしかしたら僕2日目に生存してるかもしんないしね。まあ、その時のために教えてくださいよ、これから。どういう発言をしたらよかったのかって。なんか、ありきたりなことやったら、正味、僕が人外だっても言えますよ。はい、こうしてください。んで、これはね、この時はこうしてくださいって言えますから、なんか、そういう、なんていうん、しょうもない発言より、結果等々見て、盤面見ていって、精査しつけたらと思うんで、正味の話、2番と5番の内訳なんて、絶対わからんと思うから、真偽さなんて。結果等々見て判断していったらって思います。ぐらい。以上。3番のプレイヤーが発言します。いや、4番さんが俺に対して言ったことは真っ当だよ。だって俺適当に言ったもん。占い師も霊能も釣り気合いいって。で、霊能の1番さん、ちょっと役職権限で、そりゃ暴論じゃねえか。8番ってのは確かに、前の村で何あったか知らんけどさ、ちゃんと精査しとるよ。5番が2番に触れてたっていうのは本当だし、で7番ってのがそこを聞いてない割に俺に対しての精査がしっかりしすぎてるっていうのは確かな話だからね。だから1番がその8番を役職釣りするっていうのはちょっと飲めねえな。俺むしろ7番の色が気になるんだけど。7番ってのは俺の適当な発言聞いて、そこしっかり釣りに来てる割に、5番に対しての役職の精査は一切できてない。むしろ話聞いてなかったっていう。ちょっとね、これワンチャン57ロールあり得る筋かなと思ってんだけど、皆さんどうかな。ただ2番の芯ってのも、ぶっちゃけグレーに一切触れとらんからね。追いづらいよね、これ。単体で言うなら5番。はあ、ただ、ラインが見えてるのも5番。ややこしいわ、これマジで。はあ、役職権限の4番のプレイヤーが発言します。まあ、心情的には2番から行きたいんだけど、まあ、それは飲めないと思うから、いや、だからこれ違うんだけど、5番がね、2番に触れてなかったって6番さんが言ってたの。ね？で、7番さんは分からないって言ったの。それは聞いてないって言ったの。俺も別に5番が2番を触れてたとは思ってない。だから、俺も、だからそれは分からないとしか答えられない。聞いてないことだから。だからそれで別に7番が、で、8番は7番が6番の話を聞いてなかったって言ったんだけど、いや、そうじゃなくて、7番は5番の話をちゃんと聞いてたんだけど、聞いてたけども、その話はしてなくないみたいな感じだったんだと思うんだよね、7番って。だからそこに関しては8番布団だと思うし、8番って7番に対して、まだ一人しか出てない霊能を殴るのってどうなのって、だけど別にいいんじゃないの？偽だと思うんだったら偽っぽいって言えばいいし。
別にそれは、俺は構わないと思ってるかな。え、で、1が8釣りたい理由も別に普通に真っ当だったと思ってるけど。黒落ちると思うから釣るってことでしょ？うん、だったら別にいいんじゃない？なんかその2番、よっぽどわかんないのはさ、2番がさ、え、何かあったんだったらいいんじゃない？ 1 番って言ったんだよね。いや、それ違くねと思って。いや、まあ、現状2の方が偽に見えるかな。はい。5番のプレイヤーが発言します。いや、俺、スラとかもあるかなと思っていたから、あんなさ、あんな適当で2、2周目もあんなんじゃ。いや、シーンなんか取る気な全くないじゃん。だから、2番は2周目って言いました、確かに、6番さん。言いましたよ。で、4にしろ結果が出ているので、2番が、対抗で出てきて、なんか適当にやってんのかなって。で、1番が霊能で、2番が霊すらしたときに、どういうふうに審議つけようかなとか、騎士すらしてきた場合どうしようかなとか、いろいろ考えていたんで2周目って言いました。はい。3番に関しては、まあ、どうなんだろうね。わからん。2番が強靭の堀下人狼かもしれないし、まあ、ただ、6番さんは話聞いてるなと思ってるので、まあ、村寄りに見てますね。はい。ああ、8釣りか。まあ、霊能、一角の霊能が言ってるんで、まあ、そこは飲みましょう。はい。まあ、本当に釣りたいところっていうのが僕自身、あれなんで。2番さん、あなたの城先ってどこですか？僕ちゃんと聞けてないんで、教えてください。2番さん、あなたの城先。ああ、まあ、2番さんに聞いたんですけどね。うん。いや、3番にしろは、まあ、覚えてるんですよ。実は。2番さんが、ね、強靭だったら適当にやってて覚えてないんじゃないかなと思って鎌かけたんですけどね。いいですよ。3番さん占うかな、じゃあ。はい。じゃあ、クロスしましょう。ハチドリのクロス。6番のプレイヤーが発言します。いやー、その、スラするっていうのは分かったけど、じゃあ、だから2番が適当やったから5番シーンでスラするっていうのは見えたの？やけど、2番の2周目っていうよりも、5番さんは2番さんの1周目で精査するべきやったと思うで、普通に。って思ってるけどな。やし、2番も5番も、騎士が言ってるから8釣りって。じゃあ8の黒要素言ったら2番さんも5番さんもって思ってるけどな。そこがおかしいね。だから両方シーン終えてない現状ね。2番さんに関してはグレー精査皆無。5番さんに関しては1番さんが言ってるから8番さん。だから8番さんの視点に立ったらどこが黒要素なんてなるよ。普通に。って思ってるから。で、3番さんに関しては7番さんの精査って2周目に関してもおかしかったなって思ってるんやけど、その要素って、どういうこと？ 3 番さんに問いかけてんねんけど、3番さんの7番さんの精査がおかしいって言ってるんやけど。え、9も1も何も言ってないねんけど。何そのチャット。なんか話聞いてないって言ってたけど、そこに関して3番が1周目でふざけたっていうのも意味わからへんし、もう何やったっけ、もうそのチャット鬱陶しいわ。7番のプレイヤーが発言します。まあチャットもそうなんですけど、5番さんのその2番さんにかまかけたっていうのは、それチャット考察になるんですよね。5番さん、そうだよ、それチャット考察になるんで、あんま良くないかなって思ってるし、まあ、これ以上ちょっとメタな発言したらゲーム性成り立たないんでいいですけど、3番さんに対して僕言ったのって、その 1,2 が新っぽくないって言ってるのに精査したいんですよって言っててね、4縄しかないのにもう2何釣り切ったらいいじゃないですかって、精査したいんですよって言いながら 1,2 が新っぽくないってどこを取って言ったのかもわからないしね、4縄しかないのをどうやって使うのって思ったからわけわからないですよ。発言の意図が汲み取れないから3番さんを責めただけで、僕は釣るって言ってないですよね。
1番3に対しても僕、1番3の太鼓出てきてないけどね、未だにもうどうでもいいんですけど、そんなの。1番3のその考えっていうのは発言でもぎ取ってくださいって僕は言ったんですよ。1番3が偽とか真とかじゃなくて。僕だったらその、もし、ローラーになってしまっても僕は村としての情報を発信しますよって言ったんだ。僕だったらねっていう、進行、思考開示をしただけであって、かなと思ってます。8番さんの、その、フォーカスを当てたのはいいかなって僕は思ったっすけどね。67だったら7番から釣ろうかなって言ってるんですけど、まあそれは発言の様子取りが悪いかなって思ってて、僕は6番さんに対して5番さんが言ったこと僕は聞いてなかったからわからない、率直に。だし6番さんよりも気になったのが1、3だったから、役だったし、片白先だったけど気になったから言った。はい。8番のプレイヤーが発言します。うん。ってことね、みんなご存知、わかったでしょ？うん。一角例の釣りをした1番たちは、どんなだったかわかったでしょ？俺はゲームしようとしてんだから、しっかり。8番はしっかりね、そんな過去のことにこだわらずゲームしようとしてるけど、みんなわかる通り、1番は過去にこだわって、まあ、わけのわかんない理由で釣りをしてるっていう。あのさ、まともな人で俺を釣る人いる？ 2 番も5番も、適当な理由で釣ってるけど、霊能が押したからって。じゃあ2番と5番なんで見てんの？心境で見てんの？それでローで見てんの？じゃあ俺の相方どこにいんの？っていうレベルなんだけど。3番か6番が4をしてるから そこなの？心境だったら。2、5がローだったら俺確実に白だね。うん。ってことな、あれだからね。まあ、できればね、一角霊能が俺押してる場合は、騎士が出なくてもよかったかなと思うけど、基本折れずになるから。まあ、8番釣られて9番が噛まれるから、俺たちはま、ただ見てればいいんだけど、占い師真面目にちゃんと取らなきゃダメだね。2番は霊能に乗っかって、6、7の精算も入れずに。5番も、2番が押してて、2番を今日で見てるの、発言的に。今日で見てるんだったらまだいいけど、8釣りは。ローで見てて8釣りってないからね。ってことで結局、2人の新芽が押してるんだけど、かっこいいがあるか6、7か、本当に大変な試合になりそうだっていう。俺はまあ、8番と9番はゆっくり見てればいいからいいんだけどね。まあ、6、7だったらまあ、やっぱり7番に行くよ。うん。5番の発言を聞いてたのが6番で、そこスルーしたのが7番だから。うん。っていうその1点だけ。わかんないよ。かっこいいかもしれないけど。とりあえず2番か5番の芯はしっかりして、うん、俺は村で勝ってほしいから。以上です。はい。9番のプレイヤーが発言します。まあ、普通にグレランになるところで、普通に6、7、8から詰めるんですけど、例えば6番さんの感情ってのはシンプルに俺は村っぽいって感じ。例えば7番さんか8番さんに視点を向けないのはちょっと違和感を感じたから、7、8ボールに、2、5心境とかもあるかなって思ってて、例えば8、白結果を受けた場合って、その場合って2、5釣り切ることになるから、その場合8番さんがローだったら2番さんの方が強く感じたかなって感じを受けましたかね。2番さん視点でグレー精査がちょっと甘いとは思った点と、例えば一周目は どんな発言してもいいですよ。ただ、このゲームって発言でチームを取らなきゃいけないから、まあ、占い師ってのは責任感が重要な役職だからこそ、2番さんが死んであれば発言を伸ばすべきだと思っており。ただ、5番さんも死んであったら、例えば2番さんに対しての精査を入れるのもおかしいし、その2周目鎌かけるっていう、そういう考察もなんか違うゲームじゃんって思ってます。感情的な6は村っぽいと思ってますね。あと3番さんもそうなんだけど、3番さんが村だったら適当な精査を村に残してて混乱させてる行動であるから全く村ありがないですね。普通の精査するんだったら、2号進路を家庭で置いて3番さんが強人に見えます。俺はね。6、7の発言っていうのは普通に真っ当な発言に見えます。4番さん視点で心情で2に行きたい理由っていうのはピンとは来なかったんですが。まあ。8番さんが村なら申し訳ないが、まあ、6、7、8だったら、そうだな。自分も8番さんでいいかなって思っちゃってる。8番さんが村だったら、そうだな。占い心理と、まあ、グレーシェイさんもう一回やってください。全プレイヤーの発言が終了しました。俺の刀、見なかったか？投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、あなたは夜が更けました。人狼に気をつけてください。
夜が明けました。さようなら、バーカ。9番1番のプレイヤーが発言します。4黒、4黒3黒か、43の気持ちか、ごめんね、俺ガチの教師あれだったわ、俺狂人だと思ってただから8話のボイド終わったから8話したけどさ、もうこれ8話にも後で怒られるな。これ俺狂人だと思ってたよ。霊能だったよ。びっくりしたよ。いいよ、とりあえず精査して、勝ってくれればどっちでもいいよ。負けても特に怒んないわ。3か4か、もうどっちでもいいけど、ね、あのさ、精査して2番と5番。うん、あと狂人生存してるよ。もう4の黒もあるかなと思うんだけどな。5番さんがね、その、なんか2番さんに教えてって言っててさ、なんかこう、狂人だったらとか言うけど、狂人で裏に出ててもそんな間違いないと思うんだけどね、俺。うん、で、5番さん目線に2番さんをなんで狂人で置いてるのかと思っちゃうから、5の方が偽かなって感じするんですけどね、私は。だってさ、6も7も3を怪しいっていうのがおかしいんですよね、俺目線で。ってことで、5からいきますね、私は。2番のプレイヤーが発言します。今日3番、4番のランだよ。まあ、5でもないけど。強人かもしんねえからと、占い師残した方がいいから。3、4だよ、今日。しっかりしてんもう。多分、票を集まるのが4と3、どっちかだから。まあ、1番さんがびっくりしましたけどね、自分で。狂人だと思ってたみたいな。僕、その話聞いて、もっと僕、びっくりしましたから。一応、まあ、普通にクロス飛ばして、4番だったら4番黒結果出て、で、まあ、4番釣ってほしいなって感じなんですけども。4番の黒要素といえば、別に黒が出ると思って僕、占ってなくて、そもそも、あ、白出たら、まあ5番釣ってもらって、で6番、7番、どうせ8番釣ってって感じだったんで。8番の結果見て、とうとう見て5番釣ってって感じだったんで、別にそんな4番普通に黒すらないで、黒結果出たんで、だから今思い返すと4番の黒要素っていうのが、4番の発言の中で2周目で確実に言ってたのが、2番から釣りたいっていう発言出てたと思うんですけど、正直この2、1番面で、かつ騎士が出てた状況下で、占いから釣るっていう発言って出なくないですか、普通の村人陣営だったら。かつ票集まらんし、占いから釣るイコールで例の結果一角なんで、まあ占いから釣るイコール進路が透けてる発言なんですよ。4番はなぜか2と5の内訳で進路が透けてる発言、かつ新占い釣った場合の勝率って 25% ってのは分かりますよね。僕視点は3番の白結果しか知らないので、僕釣って白結果出て、じゃあ5番ローラーします。じゃあ僕視点の狼値が4分の1になりますから、5番が狼と仮定した場合ね。3番のプレイヤーが発言します。いやー、5は偽なのは確定したんだけどさ、占い師だったら2番はもうちょっとちゃんと8番の精査落としてよ。スレーはもうで、俺の白要素っていうか、ぶっちゃけ初週ふざけたんが裏目に出たなとは思ってるけどよ、もうこれ。ただ8番はもう人外じゃなかった気はするんだよな、あれ。それ釣って1番がびっくりしてたとかって、ほんとわけわかんねえや。俺7番その人外目で見てたっていうのは、単純に俺に対する精査はしっかりしてたけど、5番の発言聞き漏らしてたってあたりなんだよな。だからもうこれで、4号釣り切って終わりっていうことで、俺はもうね、狂人探す気はないから、4から行ってくれとしか言いようがねえよ、ほんと。ぐらいかね。4番のプレイヤーが発言します。
ん ?3 番視点って5強、4ローも見なきゃいけないんじゃないの？で、4を釣り切って終わりっていう発言おかしいでしょ。もしかしたら2が強かなと思っていて、てかもう全然なんかグレー精査もしてなかったし、うん、3、でもね、6、7、7はね、俺そんなに怪しくないんだよね。だ2、3ローなのかなと思うし、ちょっとわかんない。6番3番に入れてて、3番か7番に入れてんだよな。なんか5番とかって言ってたんだけど。疑問系がつくんだけど。これどうするんすか？今日はあるけど。なんか表バルケンのがすごい嫌なんだけど。まあ、2、3、ロー、6、4、ロー。普通だったら3、4なんですけど。3番だとどこに相方いんの、うん、でもなんか、どうしようどうしよう。俺がバラって勝つのよくないか。6、7の。2、5ランでいいか。だって6には入れられ、7には入れて。っていう感じでいいっすかね。なんかすげえばらけそうだよな。今は多分進化ローなんだろうな。3、4じゃないとダメなんだよ、俺は。3番を通してみると。5番は進化ローなんだろうな。まあ、3の黒予測っていうかもう、そもそも、やっぱ3って、だから適当、まあ、ってかその、釣り切り釣り切りとかっていう発言と、あと、なんだっけ、で2周目には、あ適当に言ったんだもんっていう発言。いや、そんなの良くないでしょ。村で言ったら怪しまれるだけでしょ。2番さんに関しても、まあ、うれしさなしの4黒。で、4黒出ると思ってなかった終わりでしたから。はい。ってぐらいかな。じゃあ、2番に行きます。5番。のプレイヤーが発言します。はあ、まあ2番に関しては強靭のふりしている狼もあるんじゃないかっていう精査を落としていて、うん。3番っていうのは、なんかもう、ボール出したくないから、まあ適当にやってるんだろうなと思って。まあ、8が釣れたら3番占いってもう決めてたんで、意思表示として3番に投票しましたよ。だから6番さんっていうのは話もちゃんと聞いてるし、うん。だからまあ、村寄りかなって最初から俺言っているんで、俺ね、占い師はやっぱよ、3番しかねえかなと思って、占ったら黒でした。ああ、2、3、ロー、ロー。教授は知りません。はい。じゃあ今日いいですよ。3号の欄でいいです。はい。もうそれで決めちゃいましょうよ。ね。はい。じゃあ僕3行くんで、3番が白だと思うんだったら5番投票してください。はい。ちゃんと弾くとこは弾いてますからね。はい。もう2、3ローローで提出します。3、4のランにして。3、4ランでもうそれでいいじゃん。どっちか強靭かもしんねえし、白でも。なるな。今日に関しては3番、3、4番さんって、両方におかしい点があって、3番さん目線で7番さんの黒要素って薄すぎると思ってる。7番が5番に対しての、その5番が2番に触れたのを聞いてないっていうところだけで、7番を黒視してるところがまずもっておかしいと思ってるし、4番さんに関しては2番に入れるって言ってることが何言ってんのかなと思ってるけど。だって、4目線って、どこや ?2 番が2線になるけど、え?やんな。2番が2線なんやろ?それで強路はっきりしてないんやろ?だったら3番に行くべきじゃないって思ってるから、3番、4番にマジで引っかかる要素があるんやから、あるんやんか。だからこれめっちゃ難しいなって思ってるから。5番さんに関しては、その言ってたけど、クロス占いしますって言って、3番に入れたやろ。そこに関しては疑問詞かなって思ってるから。薄すぎやろ ?3 番が7番に対する要素ってめちゃくちゃ。で、4番も2番に黒結果出されてんのに、
4番 C で5番が C になるわけやろ。じゃあ、じゃあ絶対サンドリやろ。両方。7番のプレイヤーが発言します。6番さんと全く同じ意見なんで、多分2、3と4、5、6だとは思うんですよね。たら強靭がもう落ちてるか、6番さんかってなってくるか、もしくは、4番が2から落とすっていう発言がわけわからんくて、4、6の5、うん、どうなんやろな。で、3番さんに関してもそれ4番さんは突っ込んでたけど、4-5 で終わるっていうのがわからない。3番さんって4番さん突っ込んどったけど、2から行くっていうのもわからないんよな。まあ、総合的に見たら結局3番さん投票なのかなっては思ってしまうけど、3番さんと8番さんも僕が聞いてなかったんで、それ一番最初の発言わからない。もうそれは聞いてないものはわからない。それに対して8番さんずっと突っ込んで、8番さん自身も聞いてないのに7釣りって言われてもね、困るっすもんね。まあ3番と思うけど。6、7が強靭じゃなくて3番、4番どっち行っても正解だよ。6、7が強靭じゃなければね。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。いや、6に捏造されちゃったね。俺目線で言うと、まあ、4、5釣り切ってる間に2番が占ってくれるから普通に釣り切って終わりっていう話をしたんだけど。4番強靭にこれ。だって、明日、クロスで飛んでて、で、4強これ。6、7、まあ、6、7が結果落ちるわけでしょ。村村だったらもう勝ちだから。うん、3、4なんだよ、絶対。だから釣り切ってその時点で。強靭がいる可能性があるから。2、5だと真釣るから、2分1で。考える必要なかったんだよ、俺目線で。それを普通に。ついでに言うと、6番に捏造されたっていうのは、俺普通に6、7を黒はもう追わねえからねっていう話をしたんだよ。強靭を探す気がないから。それを捏造した6番ってのは十分苦戦だけど。7番さ。はあ、もういいや、負けだわ、負け。夜が更けました。人狼に気をつけてください。4番のご投票ってマジで何？ご投票ってマジで何？5番の2投票とかもうちょっと、3番か4番行かなきゃいけないよ。2番の色は確定してないから。強靭かもしんないから。5番して。夜が明けました。ローつった方がいいから。3黒出てなら3番から行った方がいい。昨夜は1名の方が亡くなりました。マジわかんないんだけど、4番の票とか。1、2番のプレイヤーが発言します。はい。まあ。3番黒です。昨日3番黒じゃん。知ってますので。で。霊能だっていうのこれ。昨日3番黒なのに3番黒出してるよ、これ。白結果なんで。本気？マジ？本気？ 8 番3番に強靭いたらいいんですけど、負けやなと思っていて。かつ。もう、もはやわけわかんないよ。実質3番釣りイコール合心進行なんで、まあ。僕を今日は本日処刑する日です。というか4番の票がわけわかんないよ、ね、非常にわけわかんないよ。何が考えたのか、4番の5投票ってマジでない。僕は普通のこと言ってると思うんだけど、ローローでやってんのこんな、こんな危ない攻めよ。3番が攻めすぎたんかな、うん、まあ僕を釣る日です。村人陣営負けです。さよなら。4番のプレイヤーが発言します。強靭いたら2番に入れてください。5番のプレイヤーが発言します。
はい、4が白で、で、6番さんはもらう気していてて、で、3が黒で、何これ ?4 番巨人 ?91 が逆。何これ?ってことは、俺目線っていうのは、法的に変なのは6なんだけど、3番に行ってる。だけど、1周目。もうどっちでもいいわけ。だったら、4番の何3番でも5番でも、ピーピーフな発言5番じゃねえ、5、6番のピーピーフな発言。3でも7番でも占い値は、まあ知らん、どういうことか。絞られるんで。はい。あのさ、だから5番、1番じゃねえ。8って色白なのに8つるんだって何考えてんだろうってゲームだね。そしたら人狼だったので2番つってゲームセットです。もう2号にロがいるなら8なんて白確定なのに、それ釣り落ちてんだから、それは無理に決まってんだろう。半ですよってんだから村が。昨日に関しておかしいこと捏造もしないと思ってる。3番って7番に5番の。どっちなんだろうね。ね、それを聞いてないから7番が黒いって言ったやろ、普通に。だから3番に入れて、4番強人やろ。4番投票5番に行ってんで。明らかおかしい、4番強人やろ。って思ってんで。4番視点でなんで5番に入れれんの。明らかおかしいやろ。あー。2、3、ロー、4強人かなーって思ってますけど。間違ってるかなー。熱のでも何でもないから。6番、7番、村置きなんか3番さん言ってないよ。それ言ったんって4番ね。6番、7番が村に見えるって言ったのが4番。3番は言ってない。7番が5番に対してそれを拾ってないから7番が黒くなるって3番視点言ってたから。うん。4番教授でしょ?5番投票ありえへんから。ああ、7番さんはもう人外で追ってないよ。はい、2、3、ロー、4強人かなって思ってますけどね。はい。これミスターごめんね。7番のプレイヤーが発言します。はい、もういや、サバさん。さて、ウランさん行くしかない。今は、強人。ああ。いや、もう3番さんつったって2番さん行くしかないし、4番さんが5番さん投与って、めっちゃウケるなって思うんですけど、クロー5バックっすね、2番さん。お疲れ様です。投票が終了しました。2、3じゃなかった4、5だったら誰強人?あ、普通に5だけど、4強人でいいんじゃない?村人陣営の勝利です。4強人ね。はい。あ、全然。ただ、6番に関しては完全